試合で16得点挙げていると。沼津から見ますとお得意様の相手ということ。今前半45分がスタートしました。沼津は右サイドに人数を重ねてそこタッチつながって久保沢一郎、品田拾う、バングーナガンデ中高い2人が待っている、クロスが来て久保の後ろ、原太一3試合連続ゴール。原が右足うまく合わせました。 FC 東京 U23 先制。中に久保、そして原、後半はターゲット2枚できました。見事に久保誠一郎潰れて、その後ろから原太一、下がるのは今野です。ということになりました。今野和也ゴールという結果、なかなか今日は特徴が出せない時間も多かったんですけれども、91分まで走りました今野です。その今野に代わってナットウッドが入ります。これでナットウッドはフォワードですので、久保誠一郎が右のサイドハーフに下がってます。圧力かけてくる藤原の高いクロス、これは畑野が出てきます。出しました、198センチ。このキックはちょっと当たりませんでしたが、久保誠一郎競り勝つ。藤原、徳永急ぎます。まず前線徳武上がってます。谷口、大森のクリア、頼もしくなって今シーズンもプレーを続けています。バングナガンデ立ち上がってプレーは続けられそうですが、現在10人の FC 東京です。ハンドを取りました。 FC 東京の方は副審は逆のハンドを取ったんじゃないかとアピールしてますが、長澤も長いボール蹴り込んでいく、競り勝つ。藤原また中に入れる、クリア、跳ね返しています。 FC 東京沼津はこじ開けたい。バングナガンで今戻ります。追いかける、競り合って戻ってきたバングナガンで蹴り出す。これで試合終了。 FC 東京 U23 今シーズン初の連勝。今日の先発11を守り切りましたという形になりました。終わりました。それでは